キリッ、気をつけレイ、お願いします。着席。おお、復帰熟成のグーソーです。第何回目か忘れたんですけど、次になんとなくヴィンテージに個人的になると思うやつ第何弾パパパパパパということで、第何回目かもう分からなくなったんですけども、3かな、チョークライン、うん、やってないよそんなにこの動画はですね、まあ、個人的にはこれが今後流行っていくんじゃないかと個人的に思っている、もしくは自分が好きなやつですねを紹介していくような、はい、そうだよ、そこに尽きるよ、やっぱりにものになります。はい、で今日紹介したいのが、ショップコートですね。まあなんかあんまり注目されてないと個人的に思うんですけど、すごい個人的に好きなんですよね。ただあまり着ないっていういや、なんで着ないかっていうと、コートだけ車移動とかってなるとちょっと面倒なんよね。そう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 、そう、そのコート、ショップコートなんですけど、まあ、ネットで調べたら簡単に出てくるんですけど、まあ、なんか1930年代ぐらいから作られたものになるみたいなんですけど、まあ、用途としては工場の方とか、まあ、なんかサイトによっては兵器を作ってた方とかが着てたコートになるみたいで、で後々その、まあ、自動車とか精肉店の方が作業中に来客が来てから汚いままで相手をするのもあれだから、そのショップコート、エンジニアコートを着て接客対応していたっていうアイテムになるみたいですね。で、まあその何でしょう、まあワーク系のアイテムで、まあ、注目されがちなのって、やっぱりもう本当に何でしょう、まあ、デニムのワークジャケット、要するにまあカバーオールですよね。そこら辺が一番注目されてる、かつ人気も高いと思いますし、あとは普通のワークジャケット、レッドキャップとかですね、とかのが注目されがちだとは思うんですけど、ショップコートすごいいい意味で僕個人的にそのワーク感もそこまで出てない、かつなんて言ったらいいの、ワーク感も出てて、その逆にそのめちゃめちゃカジュアル感、そのワーク感が出てるかって言われるとそうでもない気がするんですよね。でこれがショップコートなんですけども、もうこの見た通り長いんですよ、着丈が。でさっき言ったんですけど、あまり着ないっていうのが、田舎は車移動が多いんですよ。いや、まあまあまあ。まあでも車移動が多いわけですよ。で、なってくると、この丈のコートって結局あまり着れないんですよ。ただめちゃめちゃ好きで。で、軽く主だったところをちょっと説明していくんですけど、基本的には4つポケットよりかは3つなのかな。左ポケットと、まあここの、大きいポケットが下に2つついてるようで、まあカバーオールの右胸のポケットがなくなったみたいな感じのアイテムが多いと思います。で基本的にこれも多いっていう感じなんですけど、ひよくというか、この隠しボタンって言ったんですかね、前にボタンが止めた時に見えない構造になっております。はい、でしょ。でこれもまあもう本当に最終的にはアイテムによってまちまちなんですけど、後ろにこういうベルトがついてます。これ多分僕の完全な妄想というか、考えというか、感想というか、憶測というか、あれなんですけど、まあ、結局来客した時に着る時にパッと羽織って、前の汚いものを見せるのにボタン止めるの面倒だから、ベルトがついててパッと締めれるようになった、なってたんじゃないかなと思います。よいしょ。で、まあ、今、ですね、多分、リアルに現行でそのどっかのブランドがショップコートをそれをなんて言うんでしょうね、今っぽくして出してるっていうところはほぼない、少ない、もしまああるかもしれないですけど、ないと思うんですけど、基本的にこの本当にワーク作業用で作られたものに関してはこのポケットが貫通式になってるんですよ。ここ中に通じてるんですね。なんでこれを着てても中のジャケットとかパンツのポケットにの携帯とかが取れるっていうディティールになってますね。はい。よいしょ。これが一番最初の僕が買ったやつなんですけど、プロテクサー
プロテックスオールから大体5、60年代ぐらいだったとは思うんですけど、前調べてこんな感じのタグで、タグがめっちゃかっこいいんですよね。でも正直は昔調べてよく覚えてないんですけど、自動車関係のやつだったんじゃないかなと思うんですよね、タグ的にも。ただここ FAA のワッペンがついてるんですね。 FAA か。これがフューチャーファーマーオブアメリカだったかな、その農業学校のやつなんですけど、昔は結局 FAA ジャケットぐらいにしかついてないのかなと思ったんですけど、あのカーファートのやつでも FAA あるし、いろんなものに結構ついてる、もしかしたら本当にこれ FAA の人が着てたのかなっていうのもあるしね。前話したんですけど、ここが確かね、近年ものだとボケーショナルじゃないんですよね。なんでまあちょっと古めのワッペンにはなるとは思うんですけど、そう考えるともしかしたら前のオーナーがつけたとかじゃなくて、本当に FAA のところで使われてたものなのかなと思います。まあ大まかなディティールはそんな感じですね。よいしょ。でもう一個がビッグマックの60年代ぐらいのショップコートですね。これベルト欠品してるんですけど、さっきのはもうあの縫い付けられたんですけど、これはシアース系とかはここにベルトループがついてて、ベルトがついてるものになります。普通にで同色のこの生地が使われているものだったんですけど、これはついてないです。はい。あれでやっぱいろいろ違うね。こっちはよいしょ、右ポケットについてないんだけど、このビッグマックのものには右ポケットがついてますね。フラップ付きでついております。でも基本的にはそれ以外は一緒ですね。ポケットがついてて、こっちにもポケットがついてて、でここの貫通式のポケットがあって、中にアクセスできるっていうものになっております。だいぶ前に話したので、白のワープ系のアイテムってなんで白やねんっていう話があって、なんか いろいろ何だったっけな、いやなんかそういうのもあるんだ。なんかあの鉄道とかので、あの白とかだったらあの引かれることなく分かりやすいとか、もしくはなんか白が安かったっていう説もあるみたいで、そうそう、素面でいいし、もうそのまんまで、だけん白は安かったけんっていうので、からそのデニムとかの素材のそのワークウェアのアイテムっていうのは憧れだったみたいなのもあるっていうのを聞いたことがある、まあ、何が正しいか分からんけどね。そう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 、いろいろあるんですけども、ビッグマックのカバーオールですね。裾の部分は基本的にはこれもそうなんですけど、ボタンがついてて一応締められるようになってます。調節はあんま効かなくて、デトロイトカフスみたいな形にはなってますね。でもう一着がよいしょ、これだいたい60年代頃のカーターズの、ヘリンボーンのショップコートになります。でこれはさっきと比べるとあれなんですよ、ここがスナップボタンになってるんですね。でも逆にこれがいいと思うのが、あのワークウェア特有のこのボタン凝ってるのが見れるんですよね。どうしても肥沃とかの方になってしまうと、もうあのドーナツのボタンみたいな感じになっちゃうんで、そこら辺もったいないなと思うんですけど、これはもうバリッと出てるやつですね。またグリーンなんで面白いんですよね。でヘリンボーン、まあショップコート、ワークコート、エンジニアコートは結構やっぱ比較的コットンの、息がコットンとか、まあデニムとか、そういったちょっとやっぱりワーク系なんで強めの、丈夫めのものが使われてはいるんですけど、この色っていいなってすごい思います。で、これ一回僕めっちゃいいなと思って、買い逃したやつでついてたディティールなんですけど、前、押し越しのショップコート出てたんですよ。でそれうわいいなと思ったけど、やっぱ高かったんで、ちょっといやこれ買えねえわと思ってたんですけど、これこのディティール、ここが多分40、50、60ぐらいまではのちょっと古い年代はしてるところがあると思うんですけど、これペラペラなってるポケットがあるんですよ、胸ポケット。でこれ何かっていうと、こうしゃがんだ時にこうなるんではこうひっついてたらこうなるじゃないですか。だから胸ポケットに何か入れてて、しゃがんでる時に落とした経験って誰しもあると思うんですけど、これこうなるんですよ。わかりますか？こうなるんですよ。こうなる。
こうなるから物が落ちないっていう昔の工夫がすごい面白くて、いやーやばいな。え？ああそうね。よいしょ。このこれこれ本当すごいなって思ったね。そんな対策をするんだっていう。ちょっと待って。このポケットが本来だったらこうなってこう、まあこれ落ちないけど、こうなってるんで、こうなってこう落ちるんですよ。ただこれはこうなるんですよ。ここがひらひらするんで落ちづらいんですよね。すごいと思って、このディティールがすごいなと本当思いますね。なんかよ確かにそうすれば落ちないけどみたいなところがあるんですけど、面白いこと考えるなって本当に思いますね、古い服っていうのは。っていう感じで、まあショップコートを紹介してきたんですけど、今でもですね、どこだったかな、ユナイテッドアスレかどっかでは売ってます。アマゾンというか楽天で確か探したら出てきたと思うんですけど、ただやっぱりこういう古いものと比べると簡素化はされております。ポケットとかのディティールはそんなに変わらないと思うんですけど、ボタンがそもそも結構こんなこれとは違って普通のボタンで樹脂製のボタンだったりして、ボタンが例えばその隠れないものになってたりとかきちいするので、やっぱりちょっと古いものと比べるとなんか面白みはちょっと少ないのかなと思うんですけど、まあ、着てみる分には問題ないとは全然思いますし、試してみたいっていう方は全然購入してみていいと思います。でさっき言ったように今その実際のワークウェアとして発売しているところ、例えばユニバーサルオーバーオールとかは日本ではファッションではあるんですけど、もう向こうでは普通になんて言うんだったかな、インダストリアル系、本当に工場とかで使う服とかを販売している本当にワークウェアブランドなんですけど、そことかで出てるリアルのやつはここにまだ貫通ポケットがついてたりはします。でもちろん一回どうだったかな、ちょっと覚えてないですけど、一回ユニバーサルオーバーオールのを見てから貫通のポケットなかった気がするんですよね。まあ、実際にじゃあその普通に日常着るとしてこれ必要かって言われたらなくてもまあいいっちゃいいじゃないですか。あった方が便利は便利ですけどね。そういったところもあって、その作るのがめんどくさい部分でもあると思うんでなくしてるとは思うんですけど大丈夫か。まあそういう感じで、まあただユニバーサルオーバーオール調べてみたらその底も貫通ポケットありますよっていうものが出てたりしたんで、あれではあるんですけど、まあ基本的には本当にワークウェアとか古いものに関してはここにありますけど、今出てるかはわからない、本当に何回も言ってるな、息が、のショップコートに関してはこの貫通ポケットっていうものがないものが多いです。何回かちょっと何着か見たことあるんですよね。はい、という感じで正直残ってるかな、これ撮った画像っていうの来た時の残ってたらちょっとここに出しておくんですけども、こんな感じで個人的にはオーバーオールに着るのがすごいいいのかなと思っております。あとは春先に着るときにどう着るかっていうのはあんまりオーバーオール以外で試したことがないんであれなんですけど、ちょっといろいろ今年は挑戦してみたいなと思っております。てな感じでショップコートいかがだったでしょうか。意外と注目されてないと思うんですよね。はい、ワークウェアって言ったらオーバーオール、カバーオール、まあもう本当に代表的って言ったらそこら辺だと思うんですけど、こういうねショップコートっていう面白いものが、エンジニアコート面白いものがあるんだよっていうのを知っていただけると嬉しいと思います。だから意外と見ないんですよね、仕入れてない、その店側が仕入れないだけないのだけ、仕入れない、売れないから仕入れないだけなのかもしれないですけど、まあ、逆にいいんじゃないと本当に思うんですけどね。こんな感じですごい長いんで、まあ、車乗るときとかはさっき言ったようにちょっと着たくないっていうのもあったりするんですけどいかがでしょうか。はい、そんな感じではいはいしか言わんあもうこれでいいんすよ雑な感じでねっていう感じで、まだこれからねいろいろ、はい、新年明けて2発目、まあ1発目と同じ日に撮っているんでございますけども、ね、これからもゆるく楽
楽しくやっていけたらと思いますんで、よろしくお願いします。ショップコートみんなちょっと見てみてください。では、キッス気をつけれい、ありがとうございました。着席。